神奈川県横浜市泉区泉中央南にある日本の城跡。1213年に起きた北条義時打倒未遂事件の首謀者、泉小次郎親公の館とする伝承がある。横浜市地域史跡。相模鉄道泉の線泉中央駅の南東、横浜市泉区内を流れる泉川佐賀に面した大地に築かれている。城跡は南北400メートル。 東西200メートルを測り、車と見られる、平坦地は、現在、泉中央公園となっている。公園東端には南北に走る高さ1メートルほどの、土塁が残り、埋没しているが、V 字に掘られた空堀も見つかっている。品の国を本拠地とするご家人、泉親公の関東での館と伝わり、周辺には、親公が、京都祇園社の五頭天皇を誕生したとされる、須賀神社や、 親子の道場だったとされる、長福寺など、親子に関する伝承地が複数ある。また、泉中央公園内の池は、泉小次郎毛来の池と呼ばれ、古くから雨乞いに使われていたという。泉小次郎伝承地として、1988年に横浜市地域史跡に登録された。ただし、毛来の池から出土したい度には、 県務4年名や塩分6年名のものがあることから、泉地下志向の乱の時代とは100年以上離れた南北朝時代の城郭である、可能性もある。ありがとうございます。